コンスタント・ニューウェン・フィース・コンスタント・アントン・ニーベン・ホイスは、コンスタントとしてよく知られる、オランダの画家、彫刻家、グラフィックアーティスト、作家、音楽家。コンスタントは、1920年7月21日に、アムステルダムで、ピーター・ニューウェンスとマリア・コルネリーセンの長男として、生まれた。次男である、ヤン・ニーウェン・ウィースは、1年後に生まれた。彼らの両親は芸術に、 明白な興味を持っていなかったが、両方の息子は芸術家になった。幼い頃、コンスタントは情熱的に絵を描き、素晴らしい才能を示した。彼は詩を特に好み、文学を読み、楽器を演奏した。10代の間に彼はイエズス会の学校の教会合唱団にいる間に歌うことと音楽を読むことを学んだ。彼の晩年はジプシー音楽に大きく影響を受け、 即興音楽のみを演奏した。彼はギター、バイオリンを演奏し、45歳でシンバロンの演奏も習得した。コンスタントは16歳で最初の油絵、D. エモズ・ギャンガースを描いた。それはエマオの信者二人へのイエスの啓示を描写していた。材料を買うお金がなく、彼は購入した顔料で、ジュート・シュガーバッグにこの絵を描いた。 コンスタントの初期のドローイングと絵画の多くはイエズス会の教育を受け宗教的に影響を受けている。それでも20歳になるとコンスタントはカトリックに背を向けた。コンスタントは美術工芸学校で1年間勉強した後1939年から1941年まで国立美術館のベルクデンで美術館に通っていた。ここの職人技教育はコンスタントが 多くの構造やモデルを構築した彼のニューバビロン時代に特に活用された。コンスタントは1941年から1943年までベルゲンに住んで働いた。ベルゲンセスクールを通じて彼はポール・セザンヌの作品を紹介された。1942年のゼルフ・ポートロットで明らかなように彼に深い影響を与えた。 1942年7月13日、彼は作曲家、ヤコブ・ファンドム・セラーの娘である、マティ・ファンドム・セラーと結婚した。ベルゲン氏は1943年にドイツ人によって選挙されたので、コンスタントとマティはアムステルダムに戻る。この間、コンスタントはアルベーツ・アイン・サッツを回避するために、カルトゥール・カマーに隠れて、登録を控えた。 このため彼はこの頃自分の技術を行使したり、画材を購入したりすることができなかった。コンスタントは描くときはテーブルクロスとベッドリネンを使用し、それらを洗い流して再び開始する必要があった。戦争中、コンスタントの義理の弟であるヤープファンド・オムセラはアルベーツアインサッツから身を隠すためにアパートに引っ越してきた。コンスタントをプラトン、スピノザ、デカルト、 カント、ヘーゲル、マルクスに紹介した。特に後者は、アートと社会に関する彼の後のアイデアに関して、コンスタントに大きなインスピレーションを与えた。1944年の冬の基金の時期、コンスタントの長男、ビクター・ニーウェンホイスが誕生。戦後、コンスタントと妻と息子はベルゲンに戻り、1946年に、 アムステルダムに戻り、アルティス動物園の向かいのアパートに住んでいた。戦争が終わってからコンスタントは何年もの監禁と制限の末、アーティストとして拡大し成長することができ、そして芸術的に自身を解放し、それを芸術制作の複数の技術で実験した。彼はキュービズム、特にジョルジュ・ブラックに触発された。1946年に娘マーサが生まれ、 1948年に娘オルガが続いた。1946年、コンスタントは初めてパリに旅行し、デンマークの若手画家アスガー・ジョーンに出会う。ジョーンとコンスタントの友情は後に、前衛的運動であるコブラの基礎を形成した。1948年7月コンスタントは、コルネーユ、カレル・アペルと、 兄弟やニーウェン・ウィースとイクスペラー・モンテル・グロープ・イン・ホラント・リフレックスを設立。雑誌、リフレックスの初版は、コンスタントが書いたマニフェストと共に発行された。コンスタントのアートは、実験的でなければならなかった。彼はこれをフランス語の経験から差し引いており、芸術は、芸術家の経験から生まれ、絶えず変化していると信じていた。マニフェストで彼は、 作品自体よりも作成のプロセスが実験的アーティストにとってより重要であると述べる。それは精神的、精神的な豊かさを達成する手段で、また実験的なアーティストの作品は美に対する一般的な認識の変化の共像であった。コンスタント、コルネイユ、アペルは 全く異なる三人のキャラクターとアーティストであり、イノベーションを追求するために結束。彼らは彼らの作品を一緒に展示し、ヨーロッパのアートシーンで、しばしば一緒に見られた。三人の放浪癖は特に悪名高い。その後、パリのカフェノートルダムのテラスで1948年に、オランダのイクスペラー・モンテル・グループを、リンクアップ・クリスチャン・ドトレモントとジョゼフ・ノアレ・ベルギー。 アスガー・ジョーンラと形成し、ドトレモントによって、それぞれの出身地、コペンハーゲン、ブリュッセル、アムステルダムの頭文字からコブラ、という名前が作られた。メンバーは、絵画の美学とブルジョアアート全般に反対した。コンスタントはすでに、リフレックスマガジンのマニフェストで彼らのアイデアを、解説していた。このマニフェストには、彼の有名な別の引用の一つ、 絵画は色と線の構造ではなく、動物、夜、叫び、男、またはこれらすべてを合わせたものですが述べられている。コンスタントは、コブラ期間中作品を多く生み出し、ホワイトバード、ラダー、ショード1は、この時代の彼の著名な作品の一部である。現時点で、コブラは、速報を公開し、多くの異なる分野の追加のアーティストが、仲間入りした。 1948年、コンスタントは、詩人のゲリット・クーウェナーと一緒に、詩のアルバム、ゲデ・モルゲンハーンを出版した。さらに、二つの大きなコブラ展示会があり、一つは1949年に、アムステルダムで、もう一つは1951年に、リエージュで開催された。アムステルダム市立アムステルダム美術館の責任者で、あるウィレム・サンドバーグは、 若いアーティストを非常に支持し、作品を展示するための7つの広い部屋を提供することで、コブラグループを完全にサポートした。コブラの作品のほとんどは、お金がないためにかなり小さかったため、サンドバーグはアーティストに展覧会の前の週に、いくつかの大きな作品を作成するため時間を与えた。コンスタント、コルネイユ、アペル、ウジェーヌの各ブランドは、 ムーブメントの象徴となるいくつかの大きな芸術作品を生み出した。建築家のアルドファンアイクは展覧会を形作るために依頼された。そして芸術作品とそれらが提示された方法は報道機関と一般の人々から厳しい批判を引き起こす。ヘッドベラやボルクの批評家からコブラアーティストはスクリブラーや詐欺師とみなされていた。 1951年のリエージュ展では、アムステルダム私立美術館の展覧会よりもさらに、大きなコブラグループが解散し、10番目の速報が発行された。スポークスマンであるクリスチャン・ドトレモントが1962年にミュージアムニュースで述べたように、このグループは、通常のアーティスト・インタレストグループになるのではなく、むしろ、ムールアンボーテを望んでいたのである。アルダーマン・ファンルベルクは、 コンスタントニューエンフィスのワイヤー彫刻、1956年、コブラの後、作品がより抽象的なものになっていった。1952年の夏にアムステルダムに戻って、彼は空間建築と三次元作品への関心を高め、彼はコブラの期間中に出会ったアルドファンアイクと共に、 1952年から1953年までアムステルダムの都市美術館で男と家店のためのスペースを作り出す。1954年に彼はヘリットリー・トフェルトとのプロジェクトに取り組んだ。彼らは一緒にベーンコルフ倉庫のモデルハウスを作り出した。1952年、コンスタントはイギリスの芸術評議会から3ヶ月ロンドンに 留学するための奨学金を受け取る。そこで彼は、ヘンリー・ムーア、アンソニー・ヒル、ケネス・マーティン、ベン・ニコルソン、バーバラ・ヘプワース、ロジャー・ヒルトン、ビクター・パスモアと会った。ロンドンのアートフードをとても歓迎し、パリとは対照的に、コンスタントは芸術がより客観的に判断されたと感じた。当時、コンスタントは、ケンジントン・ガーデンズ近くに住んでいて、 被爆した街を毎日歩いていると人々はどのように暮らし、どのように都市を建設すべきか疑問に思い始めた。彼がロンドンに滞在したことで私たちを取り巻く構造が私たちにどのように影響を与えているかについての意識が高まり、その時代の構造はほとんどが実用的で途方もなく鈍く遊び心のあるクリエイティブなライフスタイルを開発する。 余地はないと感じていた。1956年の夏に、アスガー・ヨルンは、コンスタントを、イタリアのピエモンテ州アルバに招待し、ムーブメントが、バウハウスのイマジニステを注ぐが主催する、産業と美術に特化した会議に招待した。この会議でコンスタンは、彼の講義、ドゥマン・ラ・ピージー・エレジェ・ララビを発表し、創造的なライフスタイルを妨げるのではなく、 刺激することができる無料の建築を懇願した。1952年にギーデボールは作家、映画制作者、戦略的活動家であったレッドリストインターナショナルを設立した。レッドリストインターナショナルもアルバ会議に参加しており、彼らは単一のアーバニズムを求めた。その年の後半にコンスタントはアルバのデボールドを訪れた。それは 両方のインスピレーションであることが証明された。デイボールドは芸術と生活の境界の完全な解消である、心理知理学の問題にのみ焦点を当てながら芸術の領域を完全に放棄する、さらに過激な運動を確立したいと考えていた。1957年に彼とアスガー・ジョーンはシチュアシオニスト・インターナショナルを確立して、バウハウス・イマジニストと、 国際レトリストのための国際運動をまとめる。彼らは特に芸術運動としての地位を否定した。コンスタントは当時 SI に加入してはいなかった。彼はその運動が共通の目標よりも心に自分の興味を持っているアーティストによって主に確立されているように思われたという理由で SI に反対した。 コンスタントとデボールドによって定義されているように SI が単一アーバニズムを公然と訴えたとき、コンスタントが参加。彼とデブアの間の集中的な通信が続いた。コンスタントはフランスの SI ジャーナルに関する理論的な記事をいくつか書いたり、パリのいくつかの美術館やアムステルダムのアムステルダム私立近代美術館でイベントを上演したり、1959年に ニューバベロンシリーズを展示したりした。1959年のニューバベロン賞の成功により、SI は1960年4月から5月に、そこでグループ展を計画。この展覧会は行われなかった。グループ内の意見の相違により、分裂といくつかの追放が発生。1960年に、コンスタントは当初参加を拒否したのと同じ理由で、グループを去る。 1961年までにデボールド自身を除いて誰も元の芸術的革新または傾向を維持していなかった。しかし SI の政治的傾向に最もコミットしているメンバーは残った。アムステルダムに戻ってロンドンに滞在した後、ニューウェンホイスは主に建築と都市環境に焦点を当て始めた。彼の作品の焦点は 創造的な表現の余地がある日常生活の強化において潜在的な付加価値アートが提供できるものを見つけることであった。彼は1956年から1974年まで彼のニューバビロンプロジェクトだけに取り組むために絵画は中断。ニューバビロンにーウェンウィースは土地が共同で所有される未来のための世界規模の都市を想定しており作業は 完全に自動化されており、作業の必要性は、創造的な遊びの遊牧生活に置き換えられている。ニューバビロンには、労働から解放され、芸術を作る必要がないホモルーデンスが住んでいる。人生の日常的な実践において創造的である、ことができるからである。ニーウェンウィース自身の言葉で、ニューバビロンのプロジェクトは、可能な限り自由にしておかなければならない。 行動のための最小限の条件を与えることだけを意図しています。動きの自由の制限、気分や雰囲気の作成に関する制限は避けなければなりません。すべてが可能であり続け、すべてが起こり、環境は生命の活動によって創造されなければならず、その逆はありません。ニューバビロンプロジェクトはコンスタンの都市開発と 社会的相互作用に関する理論を表現する一連のモデル、構造、マーケット、コラージュ、図面、グラフィックス、テキストで構成されていた。彼がステンレスコー、アルミニウム、パースペックスなどの現代的な材料を使用した空間構造のいくつかの例はヘッドルイモティサーカスおよびヘッドザニスチャップである。1974年ニューバビロンプロジェクトは正式に ジェマンティーミューズム・デンハーグでの大規模な展示会で終わる。建築物、模型、地図、構造物の膨大なコレクションを保管するスペースがなかったため、すべてを博物館に売却。1999年にコンスタントのニューバビロン、シティフォーアナザーライフがニューヨークのドローイングセンターにオープンした。それは彼の米国での最初の古典であり、マークウィグリーによって、 キュレーションされ、展覧会に合わせて、シンポジウムが行われた。オランダの建築家レム・コールハースによれば、ニューウェンホイスは、多くの建築家に、彼のニューバビロンで、彼は、勇気の模範となって考えさせたという。コンスタントは1969年に、絵画、水彩、グラフィックに復帰。1970年代の半ばまで、彼の架空の世界であるニューバビロンの主題は、 彼の作品で依然として混雑していた。しかし、ますます彼はベトナム戦争、アフリカの飢饉、コソボ難民などの現代的及び政治的問題に触発された。マルクス主義は強い影響力とルディフックスは1995年のコンスタントペインティングのカタログの前書きでこのように語っている。しかし、私はこの意見を共有していない。 私が彼の1970年代以降の発達を絵画の庭へのより大きな浸透と考えるからである。ベネチアノルネサンスの画家、ティツヤーノとティントレットの伝統を、コンスタントは色彩技法を自分自身の作に適用。この技法に従ってアーティストは木炭や鉛筆のスケッチを利用せず、絵筆でキャンバスに直接色を用いて鋭い輪郭の代わりに、 柔らかな繊維を構築。この技法の最も重要な特徴は光を色に統合することにより、絵画で光を表現する方法で、このテクニックは面倒であるが絵はレイヤーごとに生き生きとしていく。ただし油絵の具をキャンバスに塗った後、彼が塗ったすべての層を乾かす必要があった。この期間、コンスタントは毎年3から4枚の絵をわずかに制作。 一定のニューウェンハウスの噴水マイナス1970年、ライデンのクイプライン1949年、コンスタンはデンマークのシェルランドにあるティビルケルンでの庭の壁を飾った。1963年、コンスタントゲートはアムステルダムの西側にあるスポーツパークの入り口に設置されました。コンスタントはアムステルダム市の委員会として高さ40フィートの コンクリート構造物を設計。ほぼ30年の間、この構造は匿名でエントランスを飾っていた。それまでは自治体の元従業員であるリタ・リュッツが遺産の前にお金を残し、門の隣に案内標識を立てていた。コンスタントの未亡人トルディ・ニー・ウェングスが就任式に出席。1966年、コンスタントはライデンの空プレインに噴水を設計。 何年もの間、構造は機能せず、ゆっくりと衰退。広場が1999年に再設計された時、噴水も修復された。新しい危機器により、買い物客が水にわずらされることがなくなることとなる。コンスタントは2005年8月1日に亡くなり、息子と3人の娘、および未亡人と彼女の娘らが殺された。ジャイロモルフォシス、7分ジャイロモルフォシスでは、 映画制作者のハイハーシュがコンスタントニューウェンホイスの新しいバビロン構造の速度論的品質の表示に努めている。彼は一つずつ構造の一部を動かし色のついた照明で詳細を撮影しそれらが重なり合って現れたり消えたりする。彼は作品自体が示唆する加速とサスペンスの感覚を作り出している。コンスタントのニューバビロンサイモン・ビンクヌークを伴って 15分、リース・ウェステンバーグは、作家のサイモン・ビンク・ヌークと一緒に、彼のスタジオでコンスタントを訪れる。サイモン・ビンキノーグとコンスタントは、ニューバビロンプロジェクトの背後にあるアイデアについて、話し合っていた。コンスタント・オーデル・デル・エグナハ・ニューバビロン、55分から10年間。コンスタントは建築と社会の現実への反応として、 彼のニューバビロンプロジェクトに取り組んだ。映画制作者のカール・ハインツカスパリはコンスタントと彼のビジョンに従っている。コブラ、秩序に対する反乱、50分、コブラグループの意味と影響についてのヤン・ベライモンによるドキュメンタリー。コンスタント、アバントルデパル、82分コンスタントは2005年の夏に亡くなる。トーマス・ダブルとマートン・シュミットは、 彼の人生の最後の数ヶ月間のアーティスト姿を撮影。最後のエレプアジアを終えたアーティストのスタジオに彼の犬、体育図と日常の散歩と続く。ニューバビロンでコンスタント、13分コンスタントの息子ビクター・ニューウェンホイスト、マルティー・セイファートが視覚的に捉えたニューバビロン。これは長年にわたるコンスタントの展示会の不完全なリストコンスタントの作品は 次のパブリックコレクションに所蔵されているオランダの美術館ヨーロッパの美術館ヨーロッパ以外の美術館。これはコンスタントに与えられた賞のリストこのリストにはコンスタント自身の著作は含まれていない。ありがとうございます。